今日の動画は、イチローさんについてのことです。プロ野球界のヒーロー、イチロー選手。彼が2019年3月21日に現役を引退することを発表し、かなり話題となりました。そんな有名選手であるイチロー選手は、1999年に結婚しています。しかし、彼には子供がいません。なぜイチローに子供がいないのか、一時期話題になりましたね。これは非常にデリケートな問題ですが、イチローの子供を望んでいるというファンが多いのも事実なので、イチロー選手が子供を作らない理由をまとめてみたいと思います。イチロー選手は、1999年に元 TBS アナウンサーの福島由美子さんと結婚しました。イチロー選手と由美子さんの出会いは、ラジオ番組、イチローの気持ちはいつもフルスイングが、きっかけで出会い、交友関係が始まったそうです。ラジオ番組が放送されていた頃、由美子さんは TBS のアナウンサーでした。TBS でイチローのインタビューがある時は、必ず福島由美子さんにお願いしていました。1997年に交際が始まり、1999年1月に、イチロー選手が由美子さんにプロポーズしました。1999年12月、ロサンゼルス郊外のサンタモニカのチャペルで結婚式を挙げました。ちなみに、由美子さんはイチロー選手がプロポーズした2ヶ月後の、1999年3月に TBS を退社しています。結婚当時、イチローさんは26歳。由美子さんは34歳で、8歳差の結婚でした。ちなみに、由美子さんは現在、イチローさんの資産管理会社 IYI を経営する傍ら、高級エステティックサロン業も営んでいます。彼女がシアトルに構えたエステティックサロンは、地元セレブにも人気があり、大盛況みたいです。結婚以来、イチローさんと由美子さんはおしどり夫婦として有名になりました。しかし、二人の間には子供がいません。過去にイチロー選手が記者に、お子さんはまだですか?という記者の質問に、イチロー選手は欲しいけど作れないんだと答えていました。長い間結婚していますが、子供ができません。別に隠しているわけではないそうですが、インタビューでも、お子さんはまだですか?などと聞かれますが、子供が欲しいけど、できないんです。と答えています。子供ができない理由は、どちらかが不妊症だからであると考えられています。イチロー選手は過去に、子供が欲しいと発言しています。できればキャッチボールをしたい。と言っていたので、不妊治療を受けていた可能性は高いと考えられます。由美子さんがイチローさんと結婚したのは34歳の時で、一般的に、35歳前後で避妊治療をする人が増えているそうで、2000年から2010年にかけて、不妊治療を受ける人は約30万人増加しています。実は、イチロー選手の妻、由美子さんがアメリカで不妊治療を受けていると、地元メディアが報じていました。現地メディアがイチロー選手が、シアトルマリナーズに10年間在籍していましたが、10年間同じチームに所属していたのは妻の由美子さんが、シアトルで不妊治療を、していたためと報じています。ただし、イチロー選手くらい稼いでいれば、最新の不妊治療が受けられるはずです。子供が欲しいと発言しているイチロー選手は、きっとお金に抵抗がないのでしょう。ということは、不妊治療をしても子供を授かることはできなかった。ということになりますね。アメリカで卵子提供や代理出産について、お互いに話し合ってきたのではないかと思います。卵子提供だと政治家の野田聖子さんは有名です。アメリカでは卵子提供者、精子バンク、代理母の数が日本より多いので、その点では日本より治療が受けやすかったと思います。日本より治療が受けやすかったと思います。しかし、結果的に、卵子提供や代理出産をするということはしなかったそうです。卵子、精子提供や代理出産を行うということは、夫婦の間に第三者が入ってくる。ということになります。奥様の由美子さんとは、とても仲が良く、お互いを思い合っているため、イチローさんにとって卵子や精子の提供、代理出産は考えられないことだったのかなと思います。イチローさんは野球界のヒーローであり、多くの人が彼の遺伝子を残してほしいと願っていました。イチロー選手に子供がいないことを残念に思う人はたくさんいます。しかし、イチロー選手と由美子さんには、卵子提供や代理出産をしてまでも子供を授かりたい、と思う理由はなかったのかもしれません。イチローさんには、
一弓一休くんと秀郎宗郎くんという2匹の犬がいます。2001年に生まれた柴犬の一弓くんは2002年に家族の一員となりました。一弓という珍しい名前は一郎さんの一と由美子さんの由美に由来しています。一郎選手は朝起きると大抵愛犬と遊ぶのが好きだそうです。そしてもう一匹の犬宗男くんは一弓くんのお子さんなんです。2013年に5人兄弟の長男として誕生し現在6歳です。宗郎という名前は当時シカゴカブスに所属していた川崎宗則に由来しているそうです。川崎宗則の宗と一郎の郎から宗郎と名付けられました。一郎選手は川崎選手を日本人メジャーリーガーとして重要な選手だと語っています。一弓くんは間もなく18歳になります。人間でいうと80歳を過ぎていることになるそうで、柴犬の平均寿命は12歳から15歳くらいだそうなので、一弓くんは大変な長生きをしていることになります。自分の会見でも愛犬のことを語るくらい一郎は一弓くんのことを主に思っています。もちろん宗男くんのことも一弓くんと同じように思っていると思います。一郎と由美子さんにとって一弓くんと宗男くんが子供の代わりになっているのかもしれませんね。一郎は両親とあまり仲が良くないと言われています。一郎選手の父鈴木信之さんは一郎選手の人気を利用して起業し、また早く孫の顔が見たいと発言しています。これが一郎と彼の父親の間の対立につながった原因だと考えられます。一郎選手と由美子さんは子供がいないにもかかわらずとても仲が良いのですが、一郎選手とご両親はずっと不仲で関係が修復される可能性はほとんどないのではないかと思います。ただ息子である一郎選手の引退については父親の鈴木信之さんがよくやってくれたと一郎選手のことを労っていたので、実際のところはどうなんでしょうかね。一郎の遺伝子を残すのはもったいないという人もいるが、子供ができなくても妻の由美子さんと愛犬の一弓くんと宗男くんと幸せに暮らしているようです。引退した一郎選手ですが今後の活躍に注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。